メルンズってご存知ですか？ジュースとかを混ぜたら牛乳とハレス青汁シワシワでシワシワせーのこんにちは、ソリマチとリュウコです。今日は韓国を使った楽しい実況を皆さんにご紹介していきたいと思います。さて小林さん、つかめる水ってご存知ですかね？つかめる水、YouTuber が食べててまずいです、はい、今回の実験ではですね、まあ、こちらのまずアルギン酸ナトリウムという試薬を使います。でこちらはこの海藻のネバネバしたような成分でして、見た目はですね、こういった、まあ、白い粉みたいなものなんですが、でそしてもう一つ、こちらの塩化カルシウムという試薬を使います。でこちらはですね、その道が凍るような地方では、まあ、道路に撒いておくことによって道が凍結することを防ぐようなことにも使えていまして、見た目は白い粉末みたいなんですが、まあ、先ほどのアルギン酸が小麦粉みたいなものだとしたら、まあ、こちらはどちらかというとこう塩とか砂糖に近いような見た目のものですね。まあ、今回この2つ、このアルギン酸ナトリウムと塩化カルシウム実験に使っていきたいと思います。じゃあちょっとですね、まあ、このお茶を入れまして、水、いえ塩化カルシウムというものです。でこの塩化カルシウムを入れますと、さてこれちょっとこう混ぜてここに手を入れてもらいまして、塊が、あ、わーすごい、まあ、見た目あんまり良くないですけど、じゃあちょっと潰してみてください。結構ドロドロして、まあ、ただ水が主成分なんですけど、このアルギン酸というものと混ざった状態ですね、じゃあちょっと待ってください今その水とアルギン酸ナトリウムというものを混ぜるとこういうドロドロしたものになって、そしてこの塩化カルシウムを混ぜるとこう手に伝わる。じゃあもしかしてここにジュースとかを混ぜたらつかめるジュースができる。そうです、つかめるジュースになります。じゃあ実際つかめるジュース作ってみますか。相手が知らないジュースを入れて塊をあげると、食べてもらって一体何のジュースか当ててもらうと、そういうことやってみませんか。で実際に食べるわけです。ちょっと抵抗があるけどじゃあ買いに行きましょうか。はい、行ってきます。はい、ただいま。あ、ゆうこさんまだいないな。じゃあとりあえず皆さん、今回この牛乳とあとカルピスを買ってきました。はい、では早速このつかめるカルピスをまず最初に作っていきたいと思います。プラスチック製のチューブにアルギン酸ナトリウムを入れていきたいと思います。でここにカルピスを入れます。ここで混ぜましょう。でそしたらここにこの塩化カルシウムを入れていきたいと思います。でこうやってぐしゃぐしゃと混ぜていくと、はい、できました。これがつかめるカルピスですね。ちょっと網の上に出しましょう。これはやばい、こう、うん、すごいものができましたでは続いてこのつかめる牛乳を作ってみたいと思います。よし、じゃあちょっとこれ網の上に出してみましょう。うおまあ、つかめる牛乳できました、こんな形で。じゃあですね、先ほど作ったそのつかめるカルピスとつかめる牛乳、この後ゆうこさんに食べてもらいたいと思います。楽しみですね、これは、はい、できたよ。はーい、まあ、つかめる何かと何かと、これはゆで卵みたい。こっちは水っていうか、なんかゼリー。じゃあガブッとガブッといくしかない、ガブッと。お味はどうですか？これ普通にアルギン酸の味なんじゃない？怖いんだけど、なんか嗅いだことない匂いがするこれはね、カルピスの匂い正解ですでも、まあ、じゃあ気を取り直して次このゆで卵みたいなやつガブッとガブッといくしかない。でも無臭、わかりませんか？卵、残念、牛乳ですね、これは。すごい味もしないくて、卵じゃあ今度は、まあ、ゆうこさんがちょっと自分に問題出してもらえればと。よかったよ。はい、私はじゃん、ウコンと青汁。じゃあね、まずは青汁から。そう、青汁って飲むの初めて。緑だけど、なんかこんぐらい？あ、なんかある、なんかできてる。
ごい、ほら、プルプル。多分ね、反町さんが作ったよりも上手。あと、でかい。ベトベトじゃん。そっか、これを入れるんだろうな。入れます。すぎた。マジ難しい。ちょっとだけ。混ぜまーす。これを入れまーす。これの名前がね、覚えらんない。あ、いいじゃん。良い感じ。あ、上手。いい。トリマスさんを入れたいと思います。はいはいはい、上手っしょ、うんうんうん、めっちゃ綺麗。でもなんかこっちのオレンジのやつもこれオレンジジュースなんじゃないの。こっちのオレンジのやつ、だからまずこっちの緑からいこうかな。いい、ね、はい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 。そら豆、色もそら豆、そら豆ジュースとかってあったかな。うわ、結構ガブっといくね。うんうんうん、これよもぎ的な風情を感じるよもぎ的な風情。なにこの、なんか野菜ジュースとか青汁系のやつなのかな。ピンポン。おお、それはよかった。はい、次。じゃあ共同回してこっち。まあまあまあ、オレンジジュースでしょ、こんな。いや、オレンジじゃないね。これ絶対反町さん飲んだことあると思う。これは飲んだことあるっしょ。あるよ。これはウコンの力だね。正解。ジュースじゃね。私は2個中1個、反町さんは両方正解取りました。あまり嬉しくない。ということで、掴めるジュースできましたね。まあ、まさかウコンの力出てくるとは思いませんでしたけど、トリマチさんの大好きな。なんか結構見た目が形悪かったり、色が気持ち悪かったりで、ちょっともうちょっと可愛い見た目が欲しい。確かに。そうするときっと学園祭とかで、ね、一体何でやろうっていうアイデアが。いや、今可愛いものと言ったら、うん、何でしょう。ああ、じゃじゃん。タピオカ。あったあったあった。